双葉中学校、高等学校は、東京都千代田区六番町に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校。キリスト教系の女子校である。設置者は、幼きイエス会を母体とする、学校法人、双葉学園。大援中学校、高等学校。 女子学院中学校、高等学校とともに女子ご参加と称される。1875年、外国人として初めて来日したフランスのサンモール修道会修道所により、築地明市町に築地語学校を設立。1897年、東京の赤坂青町に語学塾を開き、その町を目から二葉会と名付けた。これが、 現在の双葉学園の公明の由来である。双葉葵は2枚の葉をつける。それと同じように、西洋女子と日本女子が手を携えてほしい、との願いが込められている。キリスト教を迫害した徳川氏の紋章でもあり、感慨深いとも書かれている。1909年、築地赤市町に双葉高等女学校を設立。翌年、現在の四谷の地に移転するとともに、 双葉小学校、幼稚園を設立した。創立以来、カトリックの精神に基づき、一人数とを大切にし、好む現代の可能性を引き出し、神に与えられたその人ならではの使命に気づかせる、教育を行っている。設立の経緯から現在でもフランス語教育は重視され、中学3年で全員がフランス語を週1.5時間学ぶ。高校では、英語、またはフランス語を、 選択履修する。高校からの募集はを行わない、完全中高一貫校。幼稚園から40名、小学校から40名、そして中学校から100名が入学し、中高では1学年180名となる。双葉中学校、高等学校の設立の源流は、17世紀半ばのフランスに遡る。当時フランス国内は、貧富の差が激しく、 宗教戦争などで混乱していた。貧しい家庭の子供たちは、社会の誰からも帰り見られておらず、教育も受けずに打ち捨てられていた。ミニムカイ修道士、ニコラバレ神父はそのことに心を痛め、彼らが神の子の尊厳にふさわしく育つのを助けるため、1662年、無料の小さな学校を始めた。評判を集め、読み書きや手仕事、 お祈りなど塾のような学校があちこちにできたという。さらに能率を上げるため、いくつかをまとめ、役割分担をし、そこで教師として働く、修道所たちのためのサンモール修道会を2年後に設立した。バレ神父は、後に貧しく打ち捨てられた子供を受ける者は、まさにイエス・キリストご自身を受けることになる。これこそ、今回の第一の、 そして主要な目的である。と書いた。女教師たちが、社会の人々の必要に応じて、どこにでも出かけていくことができるようにと、誓いを立てず、高級的な持ち家も持たない、革新的なグループであったという。1872年、キリシタン近世の説かれる希望が見えてきた。今すぐ選挙女に来てほしいというベルナールプティジャン、司教からの要請に応え、 メールマチルドた4名のシスターが、修道所としては初めて横浜に来日した。当時横浜には、捨て子や孤児が多く、山手距離地58番に、外国人子女教育及び、貧困孤児養育事業を開始。山手距離地83番に、横浜修道院、また、人事堂と名付けられた、孤児院を開設した。人事堂は350人もの子供と80人の、 入幼児を収容。1875年正式な孤児院として認可、1900年山手88番に一般の市場を対象にした横浜高蘭女学校開校、現在の横浜双葉の前身となる。孤児院は1902年普通教育を授けるスミレ女学校となったが、関東大震災で横浜高蘭女学校と共に壊滅。スミレ女学校は、 東京に移り、太平洋戦争開戦によって、歴史を閉じることになる。東京においては、1875年、築地明市町に語学学校を設立、現在の双葉学園の前身となる。1909年、築地明市町に双葉高等女学校を設立。翌年、現在の四谷の地に移転するとともに、双葉小学校、幼稚園を設立した。 外堀公園から双葉中学校、高等学校を見る2000年に新校舎が完成した。プールと食堂はない。2018年度の大学合格者数は、東京大学が13名、京都大学が3名、慶応義塾大学が56名、早稲田大学が57名、上智大学が41名などである。クラブは、主に半、会、部の3種類に分かれており、原則として、 活動時間は、班は土曜日の4次元目、文化系の部は土曜の4次元目と他日の放課後、運動系の部は土曜4次元目以外、会は土曜の4次元目以外の放課後となっている。ありがとうございます。